どうも、こんばんは、エドです。今回は東京グルリインボークメンテナンスが明けて教習が始まったとともにですね、イベント、まあ目新しいもんって言ったらこれしかないんですけど、登録者100万人記念のプレゼントクエスト1位ですね。これで、まあ一応 S までクリアすると、アタッチメントの SSR は確定で、手に入るチケットがもらえるんですよね。それは S なんですけど、CBA でアタッチメントガシャのチケットが、まあ合計で3枚もらえると、いうことですね。まあとりあえず3枚回したんですけど、まあ何も出ないですよね。で、SSR 確定ですよ。まあ1なんでね、この次はキャラの SSR 確定が来ると思うんですけど、まあそろそろ限定キャラが欲しいですよね。まあでも誕生日リバイバルが来てるから、それはね、どうなるかわかんないんですけどね。まあ限定キャラだけの確定があってもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、やっていきたいと思います。まあ欲しいのはですね、あれが欲しいですね。あやとだよな。あやとか、まるでさんのアタッチメントが欲しいですね。はい、出るんでしょうか。ちょっとね、名前がわかんないんだけどね。あ、種の絆か。種の絆ってなんだっけ。グールだよな。あー、グールの、攻撃力が上がるやつですよね。で、マドさんじゃないわ。まるでさんのやつがね、正義の絆だったかな。多分そうだと思うんだよ、捜査官だから。あ、そうだと思うんですけど、まあ、その2点のどちらかが出れば、僕の目当てのもんだと、いうことですね。はい、ということでやっていきましょう。いや、アタッチメントガシャって基本 SSR 確率、出る確率高いからさ、まあ、回した方がいいんだろうけど。まあ、どのキャラでも強いアタッチメントをつければね、全然強くなれるんで、さあ、何が来るんでしょうか。むむ攻撃を 25% の確率で回避だと。まあでも 25% ってな、4回に1回だからな、まあまあ回避するよな。ということで、まあ要塞くんをね、パーティーに1人、作ってあげてもいいんじゃないでしょうか。まあ、俺のパーティーはこれ、それ窓さんになっちゃってるんだけど。まあいいでしょう。はい。とりあえず、僕の SSR、確定ガシャは、春心の心 SSR ということでした。皆さん何が出たんでしょうか。よかったらコメント欄に残していってください。ではまた次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。